6月16日月曜日は午後6時半の日本海は風は全くないですね。海にはいい感じのうねりは入ってきますが、ややインサイド気味に割れてますね。こちらも無風で結構サイズのあるうねりがドカーンとインサイドブレイクしてますね。潮が引いてる分ダンパーきついですね。気温は31度ぐらいです。風は今止んでますね。海には良質なうねりは入ってきますが、伸びて伸びてインサイド気味に割れますね。あ、今ちょっとかすかにオフショアがあります。あ、これが今最大のセットぐらいかな。これが伸びるんだろうな。明日どんな感じですかね。